ご覧いただきありがとうございます。付録レビューチャンネルです。今回はスプリング7月号の付録を開封します。この動画を見て気に入っていただけましたら、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、この付録を購入された方がいらっしゃいましたら、使用した感想などをコメント欄で教えてください。開封してほしい付録のリクエストもぜひコメント欄で教えてください。スプリング7月号の特別付録はスヌーピー便利なお買い物トート&保冷ポーチセットです。スヌーピーのトートバッグと保冷ポーチのセット。トートバッグは黒のキャンバス地、アイスクリームを持ったスヌーピーの可愛いデザイン、後ろ側シワは最低限の畳んだ後のみでした。手頃なサイズのバッグですが、持ち手は肩掛けできる長さに設計されています。ギリギリ肩掛けできる長さではなく、しっかり肩に掛けられます。本体部分は適度な厚みで、裏地やコーティング加工はなし。持ち手は生地が2枚重ねになっているので、さらに厚みがあります。内側から見た持ち手の取り付け部分、ツルツルした部分がパイピングテープです。 A4 サイズのノートを横向きに入れたところ、底面を測ってみると約 12cm×23cm でゆとりのある広さ。ドリンクや長財布なども入って、普段のお出かけ用にも使いやすい大きさ。保冷ポーチもセットになっています。こちらも底面は広め、床部分の畳み方が少し曲がっていましたが、使用時は問題ありませんでした。厚みのある保冷用素材、内側はこんな感じです。底面の広さを測ると約 10cm×17.5cm でした。入れ口の幅は約 26cm。 お弁当やデザートの持ち運びに使える手頃なサイズ。アイスやドリンクを買った時にも便利です。
500ml のペットボトルの場合、お弁当の横には入れられませんが、上に重ねると入れられました。ペットボトルとお弁当を入れてファスナーを閉めるとこんな感じ。厚手の素材で形も綺麗です。ポーチはトートにすっぽり入るサイズ。ポーチと一緒に長財布やスマホ、ハンドクリームや日焼け止めなども入れられます。お弁当の持ち運びや外出先でドリンクやデザートを買った時にも便利。トートバッグは単体でも使いやすいサイズ感。さっと肩掛けしてお出かけできます。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。